その元素生命は一人ぼっちでここまで来てずっと長い間過ごしてたってことか。そしたら他の個体と同じようにとっくに刺激になってるんじゃないのか。ここだからこそあれの力を借りてその結末を回避できているかもしれないわ。あれはアビスに対抗する道具で、遥か昔テイワットの亀裂を修復したの。テイワットに属さぬ力を浄化して安定させる力を持っているのよ。その光に照らされた禁忌の知識は別の形となってここで永久に保存される。ええ、まるで石鹸が水に濡れて作った泡のようにね。また変な比喩だけど、なんとなくわかる気がするぞ。草の王はつまり世界の滅亡は巨大な釘の力によって変化させられ、神殿の中へと隠されているとおっしゃりたいのですね。ええ、近くにあるはずよ。近づいてみましょう。周りの沈殿を取り除かないといけないみたいね。あなたたちならできるでしょ。おう、有名石で沈殿の湧き出し口を照らしてやればいいんだな。踊りなさい。光は、待て、黒いのが出てきた。様子がおかしいぞ。どういうことだよ。もう浄化されてるんじゃなかったのか。長い時間が経ったからでしょうか。神霊の力は世界の滅亡よりも安定していますが、それでも有効的な力ではありません。長くそれに使っていたわけですから、まだ意識があるとは限らないでしょう。そんな、こっちはまだ聞きたいことがいっぱいあるんだぞ。私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でもこの方法だけが正気なのよ。旅人。いいえ、あなたの判断を信じるわ。私もちょっと軽率だった。他の方法を考えてみましょう。あ、そうだ、この前言ってたよな、あれに含まれてる元素力はあいつらのと同じだって。あれの力を使うの？でも草の王がためらっていらっしゃいます。私もです。
本当の使い道が分かる前に使ってしまうことには大きなリスクが伴います。わからない、あれもダメこれもダメ、命を救う大事。気持ちは分かります。でもこれが故郷に帰る唯一の道なのですから、慎重にしなければ。大丈夫よ、喧嘩しないで。消費する元素力については何とかするから。ということで旅人に任せてもいいかしら。私が知る限り、あなたは近畿の知識に対して不思議な耐性を持っているわ。無理するなよ、おいら心配だぞ。草の王、そしてあなたたちは。わしはどれくらい待っておったんだろうか。よかった、助かったみたいだ。草の王が自ら見つけてくれたということは、世界の滅亡はもう終わったのか。また小さくなられたのだな。ごめんなさい、そのあたりの記憶は頼りなくて。あなたのことはもう覚えていないの。うん、そうだな。その頼りなき部分のためにわしは存在するのだ。世界の滅亡は徹底的に排除され、それに関連する記憶は不安定な状態となる。そうあなたはおっしゃった。その後も我々一族との約束を覚えていられるかどうかはあなたにも保証できないと。だがあなたは決して約束をたがえないお方だ。あなたのお覚悟に比べればわしの犠牲など取るに足らん。これがあなたとの約束だったの？そうだ、あなたはご自身のお力でわしをお守りくださった。でなければここで生きながらえることはできなかったはずだ。しかし実を言えばもう耐えられ、もっと自分は強いと思っていたのだが。世界の滅亡の力を前にすれば誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。比較的安定した記憶を保つためにわしは世界の滅亡の力を別の形に変換しなければならんかった。そのようなことは本来天から降ってきた巨大な釘にしかできぬことだ。その道を選んだわしは同時に草の王に救われる機会を失ってしまった。わしのことは重要ではない。草の王、本題に入ろう。ご覧の通りわしはもう長くは持たない。ごめんなさい、わかったわ、ありがとう。ところであなたはこれが何かわかるかしら。これは火種だ。僧侶を救うのに必要なものだ。状態も悪くなさそうで本当に良かった。これは当初草の王と我々一族が一緒に作ったもので、僧侶のオアシスの心の作動方法を模倣している。僧侶は世界の滅亡によって長い間苦しめられてきた。その力はあまり残っていない。だが火種を使いそのオアシスの心を再び活性化させれば自己回復できるはずだ。そして我々の故郷も元通りになる。オアシスの心はアペプの力の源なのでしょうね。なるほど、道理でこの結晶で直せたわけだ。これがこいつの使い道なんだな。何、わしを救うために火種を伝ったのか。そうだぞ、それがどうかしたか。
それは。いや、あなたたちの責任ではない。あなたたちは事情を知らなかったのだからな。火種とは、濃度の極めて高い元素力を小さな塊に凝縮させたものだ。それは強く、脆い、存在形態が不安定なものだから、不慮の事故を避けるためにも、もう二度と使わないでくれ。私が作ったからには、責任もちゃんと負うわ。心配しないでちょうだい。うん。火種は、僧侶を癒す以外にも、オアシスの心と共鳴することもできる。つまり、あなたたちは、火種の導きを頼りに、僧侶の在りかを見つけられるはずだ。さあ、行きなさい。ことは一刻を争う。君は？わしのことはいいから、早く故郷に帰りなさい。みんな一緒に帰りましょう。あなただって、例外じゃありませんよ。さっきも言ったはずだ。草の王に救われる機会は、とっくに失った。草の王、会いに来てくれてありがとう。僧侶を救うと言ってくれて、ありがとう。おかげで我々一族の過去は守られ、我々一族の未来も続いていく。この子たちが帰れるだけで、わしは満足だ。おい、ちょっと待てよ。あいつ、神霊になったのか。もう一度、流明石を使っていただけませんか。あの子の元素力を感じるのです。お願いします。一番帰郷するべきなのはあの子です。それがあの子の叱るべき結末です。これがあの子の残した小さな光。感じます。あの子の知識と感情、全ては元素本来の姿に戻り、他の家族たちと一体になりました。悲しまないでください。みんな、あの子の願いは叶いました。今はとても幸せなはずですよ。見た目は重要じゃない。そうよね。ええ、見た目は重要じゃありません。故郷が救われ、家族が再会する、それが何よりも重要です。帰ろう、故郷に。故郷に。近くよ。ついてきて。もうそう遠くはないはず。あの力が辺りに潜んでいるのを感じる。時には近く、時には遠く。これはアペプからの警告よ。向こうもすでにこちらに気づいている。
違いないわ。あれが蒼龍のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ、世の領地を離れなさい。一面に広がる黄砂の中で、何時らのようにか弱き命は生きてゆけぬ。あなたを救いに来たわ、アペプ。救いなどいらぬ。特にブエル、何時の助けなど。何時はアモンと同じく主湯の間しか存在していなかった。だのに天からの意向を借りてこの地の主を自称する。何時の進む道を見てみるがよい。何時も最後には腹鉄を踏むだけだ。神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今のあなたは弱っているわ。恨みを今だけ忘れることはできないの。今だけ忘れる、愚かなブエル。世を癒したとしても感謝はせんぞ。何時はスメールと七国を滅ぼす巨竜をよみがえらせようとしておるのだ。あなたは病にかかっているだけよ。さよう。時間は不治の病であり、すべてのものを死なせる。ただし世の病は重篤だが、頭は冴えておる。何時らに妥協した古代の竜とは違うぞ。そこまで堅くなにならなくても、私たちに必要なのは対立ではなく真実よ。真実か。これぞ知恵の神の逃れられぬ檻。世はすでに真実のために悲惨な代償を支払った。何時も遅かれ早かれ同じことになる。おい、行くなよ。気をつけて、何か出てきたわ。お、なんだこれ、初めて見るぞ。家族です。え、こいつらも家族なのか。キノ君の姿じゃなかったのかよ。見た目、重要、違う、本質、同じ。この子たちを構成する元素力は私たちのものと同じです。つまりこの子たちは故郷の住民だということです。これはこの子たちが世界の滅亡を経験した後の姿なの。とても悲惨ですが、これも一種の適応です。家族の多くは逃げられませんでした。そして世界の滅亡を生き抜くために形態を変え、この子たちは今の姿になりました。本当に戦わないといけないの。おい、お前ら話せるか。助けに来たぞ。ただ生きていくためだけに力を尽くしたのね。火種に引き寄せられたんです。この力だけが苦しみをしばし消してくれます。ただ生きて、生きるためのエネルギーを探す本能だけが残って、他は全て適応の過程で捨てられました。これが禁忌の知識。もし禁忌の知識がテイワットで暴走したら、私たちの世界もこんな風になってしまうのね。陸に打ち上げられた魚たちは世界中を探し回っても一滴の水も見つけられない。ええ、でもどうか手加減してくださいませんか。その子たちは悪くないんです。ただ生きたいだけなんですから。you
知恵の伝道、手をつなぎましょう。やくばれ、邪魔をするな。元気出せよ、みんな頑張っ。力尽きたみたいだな。しばらくは攻撃的にならないだろう。あいつら帰りたい、故郷。ええ、分かっています。蒼龍の体内から離れるのも不本意だったのですね。元素力の状態に戻してあげられないかしら。長年苦しめられてこんな姿になって、外形がこの子たちの枷になってるみたい。火種、あるいはアペプのオアシスの心だけがこの子たちを救えるわ。だけど火種を使うことは大きなリスクを伴う。そうですね、火種はもう使えません。僕たちだけ卑怯、ダメ。なかなか難しい問題だぞ。ちょっと考えさせて。いいわ、やっぱり火種の力を使いましょう。この子たちを砂漠に残すなんてかわいそうだもの。心配しないで、これは私が決めたことだから。たとえどんな結果になったとしても私が背負うわ。消費される元素力は多くないのだけど、火種が不安定になってしまうことだけがちょっと心配ね。でも私の元素力でちょっと固めてあげれば問題ないはず。ありがとう、わがまま、ごめん。ありがとうございます、草の王。あなたたちにとって一番重要なのは故郷に帰ることのはずよ。今までたくさん経験を共にしたからもう分かったわ。それにあなたたちを守るだけでなく、あなたたちの経験したことを根拠にアペプともう一度お話ししたいの。何せあの巨大な蒼龍もあなたたちの家族のはずでしょ。私はあなたの味方ですよ、草の王。あなたから受けたご恩は一生忘れません。そうそう、ありがとう。じゃあ始めるわね。故郷に帰りましょう、みんな。もうすぐ帰れますよ。うわあ、光ってるわ。無数の知識と感情が私の体中を流れています。みんなも興奮していますよ。こんな短い時間で本来なら長い時間を要する成長を遂げられるなんて。お前はみんなの期待を背負ってるってことだぜ。ええ、やっと故郷に帰れます。それじゃあ出発しましょう。最後の旅路へ。